飛び込め情報の海パンクレポートライブラリー。よう、わしは知らない天才科学者、ドクターベガパンクの一人、リリッチャー。同じくベガパンクのエジソンやで。今回はこいつ、ダズボーネス。かつてクロコダイルが率いた秘密犯罪会社バロックワークスの一人で、コードネームはミスターワン。上級幹部の中でも最上位に位置していたんじゃ。スパスパのミーの能力者で、全身のあらゆる部位を刃物に変えることができるんや。1月1日生まれで、好物はマテ茶と生ハムやぜ。アラバスタ王国王女ビビを始末しようとするも、ゾロとの戦いで敗北。その後は大監獄インペルダウンのレベル4に投獄されていたが、ルフィらが起こした大混乱に乗じて、クロコダイルと共に脱獄したんじゃ。付き合いましょう、あんたになら。ちょうど退屈してきたところだ。頂上戦争ではクロコダイルの命令でルフィをビフォークの攻撃から守る一幕もあったな。ちなみにスパスパのミーの能力はワイラの技術で再現し、デスフォークも使えるようになったるんやぜ。今日のコーナーはここまで。見たからには研究費のカンパよろしくな。また次回。